放送席、そしてゴールデンウィーク最終日、満天ドームに詰めかけたドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは7回1失点高橋宏斗投手、そして同点のタイムリーヒット木下拓也選手、最後に試合を決めた石川拓也さん選手です。ではまず高橋宏斗投手に伺います。素晴らしいピッチングでした。ご自身で振り返っていただけますか？はい、大事なところで一発打たれたんですけど、不甲斐ない試合が3試合続いてたので、なんとかこの試合にかける思いというのはかなり強いものを持っていました。その強い思いでこの1週間どのような調整をして過ごしてきましたか？そうですね、もう前回の登板終わった後からいろんなピッチャーの方にいろんな意見をもらって、本当にいろんなアドバイスをもらってこの登板だったので、はい、教えてくれたピッチャーの皆さんのためにも、はい、皆さんに勝ち取った勝利かなと思います。その練習では先輩方もたくさんこの高橋宏斗投手のために一緒に練習してくれましたね。はい、もう感謝しかないですね。今日は高校の同級生中山選手との対戦もありました。3打席ノーヒットに抑えました。この点いかがでしょう？ライトもすごく頑張ってますし、負けてられない気持ちもすごいあるんで、はい、負けないように対戦するときは抑えられるように頑張りたいです。私と君は後ほどまた一言いただきます。お隣、この高橋投手をリードした木下拓也選手です。まずバッティングから伺いましょう。同点タイムリー、どのような思いであの打席入ったんでしょう？いや、難しいところだったんですけど、自分が、ね、なんであんなにうまくいったかわからないんですけど、小さい頃からゴールデンウィークも削って練習してきた甲斐があったと思います。ありがとうございました。打球がぐんぐん伸びていきました。どのようなことを考えて打球見ていましたか？いや、ランナーが高谷だったんで、僕調べでは僕よりも数倍足が遅いんで、ああいう当たりじゃないと、帰ってこれないと思いましたし、なんとかホームまで走ってくれと思いながら僕も走ってました。こんなに見る高橋投手、今日7回まで引っ張ってきました。高橋投手のピッチング、木下さんから見ていかがでしたか？やはり、ヒロトに勝ちがつくのが一番良かったんですけど、ここ数試合苦しい投球が続いてたんで、今日を機に、次からどんどん勝っていけると思うんで、はい、ナイスピッチングだと思います。そしてこの木下選手の同点タイムリーの後、8回試合を決めたのは石川拓也選手でした。石川さん、満塁で回ってきました。あの打席、どういった思いで入ったんでしょう？やっぱり試合を決めるという強い思いで打席に入りました。フォアボールの後の最初のストライク振っていきましたね。最初のストライクから振っていきましたね。置いてきた球は全て振ろうと思ってたので、それがいい結果につながったと思います。犠牲フライには十分の当たりでした。感触、手応えいかがだったでしょう？最低限の仕事はできたと思うんで、はい、良かったです。ベンチに戻ってからいつもの笑顔ではなくて、何かほっとした表情が印象的だったんですが、そのあたりいかがですか？なかなか得点圏で打ててなかったっていうのもありますし、本当に打点を上げれてよかったなと思いました。今日の高橋投手のピッチング、後ろから守っていて見ていていかがでしたか？ホームラン打たれたんですけど、ずっと安定していいピッチングしてたと思うんで、ナイスピッチングだったと思います。
最後に一言ずついただきましょう。では年齢の若い順からいきましょうか。はい、はいっつったらいいよ。平田石川選手でよろしいですか。はいよ。ではゴールデンウィーク最終日、今日もたくさんのドラゴンズファン詰めかけてくれました。ドラゴンズファンへメッセージお願いします。来週からも勝ち続けられるように頑張るんで応援よろしくお願いします。では木下選手でよろしいでしょうか。ファンへのメッセージお願いします。はい、来週からも